はい、皆さんこんにちは、安藤の町田です。今日は3月6日水曜日、しばらく撮影できてなくてなんかダメだなと思ってます。前回の撮影が2月17日なので、まあ3週間、もうその間本当に暖かい日と雨が断続的にしっかり降るという、そのきちっとしたサイクルがあって、まあ日本全国どこでもそうだろうけど、思った以上に野菜が大きくなっちゃってると。それがいいのかっていうとあんまりよろしくない。どうしても悪く言うと潰さないといけない野菜も多くなってる。実際僕もほうれん草とか小松菜とか、まあ白菜もそうだけど、とう立ちがすごく早いのでもう終わりやね。ちょこちょこっともうしばらくこのままで菜花を、白菜の菜花ってすごいいいので収穫してからもう潰しちゃうと、早いうちに。で夏野菜のまあ準備、いろんな春の野菜の準備をもうしていかないといけない。あのね、いろいろイベントとか最近、まあ今後の予定とかも含めてたくさん春あるんだけど、名前をねちゃんとそろそろ決めようかなと。その農園の名前、マジタ農園って、マジタはひらがなで、農園は漢字の農園で、この動画も時々陶芸、時々骨董、マジタ農園時々骨董陶芸っていうチャンネル名にしようかなと。いいね、実際そうやし、はい、それが4月ぐらいにいろいろイベント重なるときに出していこうかなと。で実際ここと、まあ後でまた撮影すればいいんだけど、向こうも先日借りて全く手つかず、新しく借りた畑、なぜかというと断続的に雨降るから何もできない。管理機をかけることもできない。でニンニク今更ながら、この畝と畝の間マルチを張ろうかなと。今更やけどね、もうここで雑草の活動を抑えちゃう。もう本当に強い雑草なので、冬、秋から冬春までね、越冬する雑草なので強いね。で成長はというと、どうもう全然違う、ね、大きさは。いやニンニク自体、ニンニク自体の大きさ、まあパッと見そんな変わらない。変わらんね、この周りニンニクたくさんやって見える方多いんやけど、もうほとんど何も手入れない。多分化成肥料パラパラっと撒いて終わりなんね。まあそんな程度で結構かなとは思うけど、なんか本当はやりたい。まあある意味ほったらかしと、ちゃんともみ殻やって雑草を一応防除するというこの差をね、まあ一度見てみると。
最終的な収穫時点でどんな差があるのか、そんな程度。はい、でブロッコリー、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。